こんにちは、TK です。本日も最高に面白い NFT 投資の世界についてご紹介していきたいと思います。私自身投資家ですので、投資家から見た売れる NFT って何か、売れない NFT って何か、そういったところにフォーカスを絞ってご紹介していきたいと思います。結構ですね、NFT の世界って今独特で、すごい市場規模は小さいんですけど、クリエイターが溢れてて、ただ買う人が少ない。だから結構物余り状態の市場なんですよね。そういった観点から、じゃあ投資家としてはどういう NFT を買いたいのか、そういったところに、フォーカスしたいと思っています。で、この右側に貼られている画像なんですけど、これカワイイスカルと言いまして、今日本で30位から40位ぐらいの売上規模を誇っている非常に人気の NFT です。私自身も11個ぐらい持ってますかね。まだまだ買い増したいなというふうに思ってるんですけど、まあ、こんなところもご紹介しながら、いきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。まず、本題といいますか、まあ、一番言いたいことですね。売れない NFT って何かというところなんですけど、まあ、この5つが私は売れない NFT だというふうに思っています。まあ、本当完全に試験ですので、まあ、参考までに聞いていただければと思っています。まず最初、ストーリーがないってとこですね。NFT っていうのはただの絵じゃないんですよね。で、その中にストーリーがないといけないというふうに私は思っています。投資家は何を見て、その対象を買うのかと言いますと、将来性を見て買うんですよね。将来上がりそう、将来こんなことをするから、これは投資する価値がある、そういうふうに判断して投資をすると思うんですけど、 NFT も同じなんですよね。NFT は、この NFT は将来こういうことを作者がする、こういう付加価値をつける、だから投資家は買いたいと思う、そういうふうに投資家は判断するというふうに思っています。なのでストーリーが全くない。とりあえず絵がうまいから、絵が好きだからちょっと描いてみました、で NFT 化してみましたというものは一切買う気がないですね。そういったところは、まあ、しっかりその本人のツイッターとか、あとは発信している情報端末といいますか、例えばブログとかノートとかですね、そういうところを見て判断していこうというふうに私は考えています。あともう一点ですね、クリエイターの本気度が見えない。まあ、本当にその例えば副業で仕事の合間に、まあ、ちょっとなんか流行ってるからやってみようかなっていう感じで、まあ、10体ぐらい作ってみました、そういったものはまあ数が少なくて若干希少性があっても買わないですよね。それだったら余ってても本気で作ってるクリエイターのものを買いたいなというふうに思っております。で、3番目、余っているってことですね。これ当然ですよね。例えば1万体あって、で1000体しか売れてない、1000枚ですかね、1000個しか売れてない場合、じゃあ例えばその1001個目を買って、その1001個目が、売れるかどうか考えるわけですよね。買った額より高く売れるか安く売れるか、どっちかわからないですけど、そう考えたときに残り8999体ですね、残りが全部売れないとおそらくその買ったものって売れないですよね。そう考えると余りまくってるものってなかなか買う気が起きないですよね。そういうところは注意していきたいなというふうに私は思っています。あとこれ結構ツイッターでよく見るんですけど、まあ、無料で配りまくってる、そういう NFT っていうのは本当買う気がしないですね。なぜか、まあ、当然なんですけど、これって株式投資の世界でもあるんですよね。まあ、その株式企業ですかね、株式会社が、株券を発行しますと、そうするとその株式を保有している株主っていうのはどうなるかっていうと、株の価値が下がっちゃうんですよね。希釈されてしまう。なのでそれを同じことを、そのクリエイターは無料で配りまくるっていうのは同じことをやってるわけですよね。無料で配りまくると持ってる人に対して失礼なんですよね。持ってる人のその NFT の価値が下がってしまう。クリエイターはいいと思うんですよ。無料で作ったものを無料で配りまくれば、そのツイッターとかで、フォローされまくったりとかして、結局もっと NFT が売れるようになるかもしれない。だけどそれって、NFT のオーナーファーストではないというふうに私は思っています。なのであまりそういうふうに配りまくってるような、クリエイターのものっていうのは買いたくないなというふうに思っています。あとはまあこれもまあ若干あるのかなというふうに思ってるんですけど、クリエイター間の馴れ合い、やっぱり今って非常に村社会だというふうに思っています。まあ、どういうことかっていうと、投資家が少ない、あとはクリエイターのファンが買う、そういうことも結構少ないですよね。 NFT っていうこと自体があんまり一般的じゃないので、まあそのファンがいたとしても、その人の、
その作品は好きだけど NFT っていうのはあまり触らない、そういう人が多いと思います。なのでじゃあどういうところであの NFT が流通しているかっていうと、クリエイター間とかっていうのは結構多いと思っています。なので結構そのクリエイター間で、まあ、あの売ったり買ったりとかそういうことも結構多いと思いますし、まあ、ツイッター上とかでもそういうことが多いのかなっていうふうに思うんですけど、あまりそういうところでは買う気が起きないなっていうふうに思っています。むしろ、まあ、そういうところじゃない、もうそのクリエイター自身が発信しなくても売れるぐらいの NFT っていうのを私は買いたいなというふうに思っています。まあ、これは理想論といいますか、まあ、私の主観的な話ですので、まあ、参考程度に聞いてもらえればなというふうに思うんですけど、まあこんな感じです。で、まあ、話を整理しますと、現状としましては日本の NFT 市場っていうのは買い手よりも圧倒的にクリエイターが多い状況になっています。なぜなら NFT っていうのは最初、若干その手数料を払えば、まあ、いくらでも無料で NFT っていうのを作ることができるんですよね。販売することができる。なので1万点作っても大してお金はかかんないわけなんですよ。なので、まあ、しかも NFT っていうのは普通の画像で、画像を NFT 化するわけですので、そんなにあのもちろん作る手間っていうのはかかるんですけど、いくらでもできる。そう考えると、まあ、クリエイターも多ければ作品ももっと多いんですよね、買い手より。なのでまあ、どういうことが起きるかっていうと、需要よりも供給が圧倒的に多くなってしまう、まあ、そういうことが今現在日本の NFT 市場では起こっているというふうに私は見ています。そうなると、まあ、投資家的にはもう買う気が起きないですよね。まあ、供給が多いってことは値崩れしちゃうわけですから、まあ供給が多いってことは、つまり例えば NFT を1個買ったとしても、まあ、売れないわけですよ。そうなるともう投資家としてはまあただまあ損をするだけなので、まあ、買わない、そういう状況があるかと思います。まあ、そういうことがあるので、ほとんどのクリエイターっていうのは NFT が売れてない状況です。これは昨日もご紹介したグラフなんですけど、これ縦軸は、クリエイターの順位です。だいたい700位から800位ぐらいまでいるんですかね。で、右側というのは総売上高、まあ、これまでどれだけNFT を売って稼いでいるか、その、金額なんですけど、見てみるとほとんど上位 1%、2% ぐらいの人しか売ってない、その人たちが売り上げを総取りしているという状況です。どういうことかっていうと、売れない、クリエイターの方から買いたいとは投資家は思わないってことなんですよね。まあ、それはそうですよね。そういうところから買っても投資しても、まあ、売ることができないから利益にならない。なので売れてるところを買えば、まあ、さらに値上がりして売れるだろう。そういうこともあって、こういうふうに、まあ、売れてるところはより売れるそういう状況が起きてるのかなというふうに思っています。余ってるコレクションを買いますかっていうことなんですよね。で、私自身は余ってるコレクションも買っています。どういうことかって話だと思うんですけど、まあ、ここ結構今 NFT 投資のポイントだというふうに私は思っています。ちょっと詳しく解説していきますね。で、これはミーンさんという方が、出してくださっている NFT の日本のクリエイターのランキングです見ていただきますと、上位というのは、まあ、すごい売れてるんですよね。トータルボリューム、これイーサリアムはどんだけ売れてるかって話なんですけど、だいたい3000イーサリアムっていうのは、1イーサリアム40万ぐらい、今結構値下がりしてるんで38万だから9万ぐらいだと思うんですけど、かけると、まあ、1億いくんですよ。それぐらいこの一番上のジェネレーティブマスクさん、という方の、作品というのは売れているわけです。で、そういった上位のクリエイターの作品を見ると、全部売れてるのかというと、売れてないんです。あ、まあ、売れてるんですけどね。ジェネレーティブマスクさんというのは、オーナー数が3537だけど、これっていうのは、一人のオーナーが複数作品を持ってるから、こういうふうに表示されてるんです。なので、すべて完売してるけど、こういうふうに、オーナー数が少なく見えるってこともあるってことは注意ですね。で、ただし上位でも全部売れてない、作者っていうのはもちろんいると思います。まあ、そういう状況があるってところは一つ覚えておく必要があるっていうことと、一つ見ていきたいのが、じゃあこの1位の人は何で売れてるのかってところをちょっと考えていきたいと思います。ジェネレーティブマスクさんは何で売れてるのかって話ですね。で、こちらの、ジェネレーティブマスクさん、ツイッターの方をちょっと確認してみました。フォロワーは6000人、まあ、結構多いですけど、そんなそのクリエイターの中で、突出して多いというわけではないなというふうに私は考えています。
で、ツイートとかを見てもそんなにそのフォロワーを増やそうというふうな意識っていうのはあまり、感じられませんでした。で、この人の作品ですね、見てみました。何が面白いのかってところ皆さん分かりますでしょうか。よく見てみてください。ジェネレティブマスク、4821番ですね、これすごい面白いんですよ。このジェネレティブマスクをこのページを更新するとこんな感じで色が変わるんですね。外角というか形は変わらないんですけど中とか外側の色が変わるんですね。模様とかももう一回変えますね。これがこうなる。同じものなんですけどね、こういった特徴がある NFT ですごい面白いっていうことで発売開始から2時間ぐらいで1万点が完売したというふうに言われています。実際私がその事実を確認したわけではないんですけどそういうふうに言われているのでまあ事実なんだというふうに思っています。すごいですよね。まあ、それも一つの付加価値だと思っています。作品で何でが売れるかっていうと絵が綺麗とか、うまくないとかそういう話ではあまりなくて要は付加価値だというふうに私は思っています。綺麗な絵が描ける人って世の中にたくさんいると思うんですよね。でも独創的な付加価値をつけられる人って本当に少ないんだというふうに私は思っています。ただし、まあ、そうは言ってもですね、上位の人はめちゃくちゃ売れてるけどじゃあ日本市場、日本の NFT 市場は将来どうなっていくのかなというふうに私考えたんですけど皆さんどうなっていくと思いますか。私はこの上位、10名20名しか売れない世界っていうのがだん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 投資家の数だったり認知度が高まっていくことによってこれが、すごい売れてる人が20位30位40位50位というふうにだん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 、高位の人っていうんですかね、まあ、後ろの人たちが売れていくようになっていくんじゃないかなというふうに思っています。後ろって言っても50位って言ったらすごいですけどね。なぜなら上位の、人の作品が価格が高くなってしまってじゃあ買えないっていう人はどうするかって言ったらじゃあ20位の人買おう30位の人買おうっていうふうになっていくわけですよね。そう考えると今すごい安い30位の人40位の人を買うっていうのは結構面白い戦略なんじゃないかなというふうに私は思っています。まああんまり言いたくないんですけどね、買われちゃうと困るんで、まあそういうことをつまり言い換えると順位が上の NFT から売れていく市場的に言ったらまあ当然の話ですよね。順位が上で安いものからどんどん売れていくんじゃないかなというふうに思っています。で流動性というのは非常に大切なんですよね。みんなが買おうと思うそういう作品じゃなかったら怖くて買えないですよね。安くても3000円、高いものはまあ数万円数十万円するものなので、まあ、売れなかったら大損、マイナス 100% になっちゃうわけなので、そういうところはしっかり見ていく必要があると思います。だけどやっぱりその流動性がない状況で、まあ、早めに買っておいて後から流動性が出るだろう、まあ、そういう推測をして、30位から50位ぐらいのものを買うっていうのは若干あれなんじゃないかなというふうに思っています。であと私がよくその NFT を買うときにどういう情報を見てるかっていうところなんですけど、やっぱ Twitter、ノート、ブログ、YouTube、メディア、雑誌、いろんなところにクリエイターは顔を出してるんですよね。そういうところを見てその作者の、考えだったりその、まあ、人間性とかそういうところを見ながら、投資すべきどうかというのは判断しています。で昨日紹介したのがこちらなんですけど、こちらクリプトラビットですね。こちらの作者の方は YouTube やってますね。そういうところで情報発信しながら、クリプトラビットを販売しているという形です。ぜひ見てみていただければと思います。で今回の本題ですね、かわいいスカル、これは一体何者なのかって話ですね。これすごい面白いんですよ。私が11体ぐらい持ってるんですけどもっと買いたいなっていうふうに思っています。でそれなんでそういうふうに思うのか、そこについて詳しく話していきたいと思います。このかわいいスカルっていうのは全部で1万点あるんですよ。1万点ある中でオーナーは484、結構余ってるじゃんっていうふうに思った方多いと思うんですよね。で事実、まあ確かに余っています。多分8500ぐらい余ってる状況ですかね、おそらく。でじゃあそういう状況でなんでこれがおすすめなのかって話をしていきたいと思います。現時点でこのかわいいスカルというのは日本で35番目に売れてる作品です。これだけですごいんですよね。で上から見てってどん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 人気が出てきたらかわいいスカルもう一瞬でもう全部売れると思っています。それぐらい面白い作品だというふうに私は考えています。
なぜか、まずこのかわいいスカルさんというのは、Twitter だったりノートとかで情報発信しています。結構読んでみていただけると面白いと思うので、読んでみていただければなというふうに思うんですけど、1万点の、スカルですね、なんでこういうのを作ったか、何を目指しているのか、そういうところが全部書かれています。そういうところを私はすごいいいなというふうに思っています。で、Twitter とかも、やってますね。すごい若い方で22歳ですね。ノートとか見ればその、どういうことやってたのかっていうのが分かるんですけど、で今フォロワー7000人ぐらいで、これっていうのは確か2021年中旬ぐらいからやられて、これぐらいフォロワーがいるって話だったかなと思います。まあ、そんな、フォロワーは重要じゃないとは私は思ってますけど、すごい魅力的なんですよね。何が魅力的か、すみません、ここもちょっと戻って、と言いますと、やっぱりその作品、私は1万点すべてをチェックしています。何回も1万点チェックして、どれを買うべきかなっていうのを考えながら買っています。で、1万点全部面白いわけじゃないんですよね。1万点の中でいくつか面白い、あ、これ将来売れそうだなっていう作品があるんですよね。そういうのを買っています。で、まだ他にも結構あるので、早めに買いたいなというふうには思っているんですけど、そういう作品がある、作者に魅力がある、熱意がある、そういうところっていうのは評価ができるし、もうすでに30位で、日本でも上位にいるクリエイターである、そういうところを評価すると、非常に買いだと思っています。しかもこのかわいいスカルというのは今、0.01 イーサリアムで買えるんですよね。0.01 イーサリアムっていうのはつまりだいたい4000円ぐらいですね。それぐらいで買える NFT ということで、非常に敷居が低いし将来性がある。そういった意味で私はかわいいスカルを購入しています。はい。ということで、ここからはまとめになってくるんですけど、売れる NFT って何かって話ですね。一番最初に私は売れない NFT について話しました。まあ、正直言って売れる NFT ってのはその逆なんですけど、紹介していきますと、まずは魅力的なストーリーがある。将来についてワクワクさせてくれる NFT っていうのはやっぱり持ってて気持ちがいいですし、価値が上がるというふうに私は思っています。あとは作者の気持ちが伝わってくるような NFT ですね。片手間で作るような、片手間で作れちゃうんですよね NFT って。 NFT 化なんて初心者でも1日でできますし、そういった意味では、そこらにあるそのパソコンにしまってある画像を NFT 化することはできます。だけど一個一個真剣に作ってる、そういったところを、伝わってくるような NFT というのを私は買いたいなというふうに思います。で、あとは明確な付加価値ですね。その将来、どういうふうになっていくか、メタバースがどういうふうに進展していくかというのを見据えながら、それに合った付加価値をつけた NFT というのは買いだというふうに思っています。ただの絵っていうのはなかなか買いにくいですよね。あとは日本っていうのは今、周回遅れの状況です。 NFT では、そういう状況で上位50位ぐらいに入っていれば、将来的に人気が出てきた時に、おそらくその価値っていうのは上がってくる。みんなが殺到してきて、なかなか買えない NFT になってくるんじゃないかなというふうに私は思っています。あとは作者自身の魅力ってところですね。それで結局は商品の魅力につながってくると私は思っています。なので、いろんなその SNS とかそういうところを見て、どういう人が作ってるのかなっていうのは一度見てみるのがいいのかなというふうに思います。あとは結構面白いのがコレクションの中の優劣っていうのも結構あります。何言ってるのかよく分かんない方もいると思うんですけど、例えば1万点あればあんまり魅力的じゃない NFT もあれば、もうものすごい面白い NFT もあるんですよね。それって実際に見てみないとわからないんで、で、私がその NFT の例えばかわいいスカルのコレクションを見たときに、あんまり1万点見てる人いないんだなっていうふうに、実感しました。なぜなら、いいなって思った NFT には、フェイバリット、つまりいいねをつけることができるんですね。で、そういうのをつけてる人がものすごいいい NFT でもあんまりなかったんですね。じゃあ人気がないんじゃないかっていうふうに言われたらそれまでなんですけど、多分ですね、そこまでする投資家ってまだあんまりいないんじゃないかなっていうふうに私は思っています。そういった意味では実際、見てみていただいて、どんなものがあるのか確かめて自分で考えてみていただくのが一番いいのかなというふうに思っています。はい、
ということで、今回は、ご紹介するような内容は以上となります。でですね、だけど NFT って結構、触ったことないし、どういうふうに買えばいいかもわからないよっていう投資家の方が結構多いと思うんですよね。なので私自身もその NFT、最近触り始めたばっかりなので、じゃあどうやって NFT を買えばいいのかっていうのをブログで、分かりやすく最初の1からどういうふうにやっていくのかっていうのをまとめているので、それを参考にして、いただければ NFT っていうのをきちんと買うところまでいけると思います。なのでそのブログの概、ブログを概要欄に、リンク貼っておきますので、ぜひ参考にしてみていただければと思います。はい、ということで今回もご清聴いただきましてどうもありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。